坂東市、坂東市は、茨城県西部の県西地域に位置する市である。上層都市圏に属する。坂東市は、茨城県西部、利根川北岸に位置する。首都圏内で消費するレタス、白菜等の農業、近郊農業が盛んである一方、工業団地も設置されている。鉱石大地、佐島大地であることから、田畑の間に林野が多く残され、 ゴルフ場などとして利用されているほか、開墾以来の面影をそのまま残す地域も存在する、昭江門神殿、河原の神殿など、またその地の利を活かして刺島茶も生産されている。平野正門の本拠地があったという伝説が残っているが定かではない。坂東市は東京都心から北北東を約40キロメートルに位置する。地域の大半が刺島台地で、 起伏の大きいい地域もあある。る。南に利根川があり、千葉県と接している平成17年2005年3月22日の岩井市と佐島町の合併に伴い平成15年11月合併協議会において新市名称を公募したところ新市名称候補10点の中から合併協議会において万道市と選定本来の万道は 関東地方全体の米。これは、足柄峠、薄井峠などの山を坂として見立て、伊東の諸国を坂の東イコール坂道とされていたことによる。当氏は、その関東地方のほぼ中央に位置し、関東平野を代表するような雄大な都市を目指すとして選定された。また、同氏を流れる利根川の古くからの愛称である坂道太郎にも由来する。 衆議院小選挙区は、茨城県第7区に属する。本庁舎会長以前は、本所機能を、岩井庁舎と佐島庁舎とで分散させた、分庁舎方式を採用していた。2005年度の国勢調査結果によれば、市内からの通勤者が、最も多いのは、上層市で3277人であり、これは、全体の29.2%に当たる。ついで、 千葉県1844人、小賀市872人、筑波市584人、埼玉県540人、森屋市521人、東京都477人などとなっている。このように通勤圏が広く分散している状況のため、2000年の時点では、三津街道都市圏には属していなったが、2010年になって、上層都市圏に属するようになった。 東京都心から40キロ圏内に位置しているが、市内に鉄道は通っていない。鉄道の通っていないし、歴史上鉄道が存在していた市を除くは、全国でも離島を除けば、数は少なく、県内では、東市のほか、稲敷市、県外では、東京都武蔵村山市、岐阜県山形市、兵庫県市総市、高知県都佐市、道県都佐市水市、道県室都市だけ、 というけうな例の一つである。東京直結鉄道を万道市内まで延伸させ、岩い中央駅、仮称を設置する構想があるが、実現には至っていない。なお、かつて改正鉄道布設法別表第43号、茨城県土浦より、三街道、堺、埼玉県区、河野須、坂道ふて、半能に、至りる鉄道、 攻略すなわち土反戦の通過予定地であった。市立岩井図書館によれば、戦時中築堤などの施行などが行われたものの、戦局の悪化により完成を見ずに終わったという。市内から運転免許センターを結ぶ急行バス、我が場号が運行されている。また路線バスによって、関東鉄道上層線、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス及び東部、 野田線の駅と市内各地が結ばれている。路線バスは岩井市街地を南東から北西に縦断し、関東鉄道の路線は岩井バスターミナルに茨城急行、岩急の路線は岩井車庫に発着する。一部の路線は引き続き旧佐島町駅の佐島、バスターミナルまで運行されるほか、朝夕には岩井西高校に発着する便もある。 工述するようにかつては多彩な路線が存在したが、現在では鉄道駅とを結ぶフィーダー路線に集中した運行が行われており、コミュニティバス、バンド号や昭和観光の巡回バスがその保管を担っている。茨城急行の路線に限り、パスもスイカバス共通カードが利用可能である。茨城急行の路線はかつて東武鉄道が 茨城県に有していた広大な路線網を引き継いだもので、1990年代まで、くつかけ経由下妻駅業、1980年代まで、長州周り、七江周り、くつかけ周りの境町、小賀駅、新古駅方面域などの路線が存在したほか、野田市方面の路線についても小山周りや、2001年、平成13年の系統分割で、 全便野田市駅業となるまでは、北越谷駅業が存在した。野田市駅までの路線は、1937年、昭和12年に、現在の東部野田線を運行していた、総武鉄道が、小山付近にあった、利根川都線事業を買収し、野田町から岩井町までの直通運行を開始した、バス路線が、利根川への転落事故による、高層中止を経て1958年、 昭和33年より目吹き大橋経由となった名残であり、北越谷駅までの路線はかつて東京より越谷経由で直通していた路線の名残である。このような経緯から、あたご駅など野田市内の東部の田線各駅は、つくばエクスプレス、森谷駅の開業によってその地位を譲るまで、当時の最も重要な玄関口であった。現在でも、とね川沿いの地域を中心に、 駐車場の充実した川上駅や清水公園駅のパークライド利用が見られる。関東鉄道では、東武グループとテリトリーを接する路線エリアの生誕に位置し、かつては、石毛駅方面や平松経由三津海道駅方面の、ほか、2000年代初頭まで三津海道駅より関助までの路線が存在した。その後、2005年、平成17年8月24日の、 つくばエクスプレス開業に伴い、森谷駅に至る急行路線が新設され、現在に至る、旧佐島町駅を運行する路線バスは、下妻駅や石芸駅に向かう路線の廃止後長らく、存在しなかったが、この路線の新設と昭和観光の進出により復活を果たした。また、高速バス路線は1999年、平成11年の開業当初、 JR バス関東との共運行であったが、つくばエクスプレス開業後の利用客減少により撤退し、代わって関鉄パープルバスが加わったが、利用客減少に歯止めがかからず2016年、平成28年12月31日をもって廃止さ、2017年9月16日のダイヤ改正をもって、三津道駅への路線は平日に一便となり、 休校日は運休という状態になり、2017年3月31日をもって廃止される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。